はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はキリンの氷結、春限定の佐藤錦、です。こちらはね、まあいいや。アルコール度数 4% で、氷結ストレート果汁、果汁が 0.9%。原材料がサクランボ果汁、かっこ砂糖錦果汁と、ウォッカと、糖類と、酸味料と、香料。赤い宝石と言われる砂糖錦の氷結ストレート果汁を使用した甘酸っぱくみずみずしい美味しさ。です。これね、以前データぶっ飛んだやつの元凶ですね。これがようやくね、これ一回データぶっ飛んじゃって、酒動画のこれ撮ったやつなんですけど、その録画がぶっ飛んじゃって、で、なんとかこれをね、もう一回、レビューしたくて、どこをね、探して、探し回った挙句、ようやく発見して、やっとあったよって言って、で、今日に至るわけです。で、完璧。ああ、これよ。このね、どんな味かっていうと、これ、いわゆる梅ガムっていうガムあるじゃないですか。梅のガム。あれの味なんですね。うん。これ謎の梅ガムの味。氷結。なぜかね、佐藤錦さくらんぼのはずなんだけど、梅ガムの味がするんだよね。まあ、どういう理屈なのか全然わかりませんけど。梅ガムの味だよ。氷結は、最近新しいの出ましたね。氷結07ってやつね。うん。にしてもあれだな。本当に梅ガムの香り、っていうか味。梅ガムだよ、これ。今でも売ってるのかな。昔売ってたんだよね、梅ガムっていうガムね。すごい懐かしい味わいですよ、これ。久しくガムはね、食ってないですからね。ガムって、ハマるときハマるんだよな。俺、大人になってからハマったのが、クロレッツ XP ってやつ。あれのボトルガムのやつね。あれが一時期ハマって、くちゃ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 、ひたすら噛んでたけどな。すごい、美味しいよね。クロレッツね。ガキの頃、ガムハマりますよね。ガキの頃もハマるんだけど。タバコをやめるときにガム噛んだりとか、なんだっけ、ブラックとかね、噛んでたりしてる人いますけどね。チューハイで、最近新しく出たのがこの、07ってやつ。アルコール度数 7% で、まだ俺飲んでないんですけど、糖類ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料、人工甘味料ゼロ。で、あ、出たよ。人工甘味料ゼロって書いときながら、甘味料は、天然甘味料は入ってる、ステビアってやつ入ってるっぽいですね。まあ、これはまあ、ステビアは割と飲みやすい甘味料なんで、いいんですけど。以前、
なんだっけ、アクエリアス、じゃあ、ポカリセット、ステビアってのありましたけどね。このステビアって結構、飲みやすかった記憶はあるんだけど。割とそんなに甘くないんだよね、ステビアって。来たか、人工甘味料ゼロとか言っといて、天然甘味料は入ってます、みたいな。パターンのやつ。ほとんど詐欺に近いよね。で、氷結で旅する氷結っていうのが売ってますけど、あれは全部甘味料使われてるんで、一切買っておりません。アセスルファム K とスクラロースっていう恐ろしい甘味料の恐ろしい甘味料です、あれは。ああ。特に、キリンはビール系もあんまり、新しいの出してないですね。あんまりあれだね、キリンは。最近出したっていうと、本キリンぐらいですかね。本当にあれだな。懐かしい味わい。このチューハイは。氷結の旅する氷結っていうのは何があれなのかようわからんけど、まあ、甘味料使われてると。あ、なんか新しいの出るっぽいぞ。お？キリンザストロングっていう、これは、チューハイ、スピリッツ発泡性だからチューハイですね。お、これが出るっぽいぞ。アルコール度数 9%。糖類0、プリン体0。ああ、こういうタイプか。これ多分あんまうまくねえな。トリプルハード製法。1、ハードな炭酸感。2、ハードな味わい。3、ハードなアルコール度数。あ、レモン味とドライ味とコーラ味っていうのがあるみたいです。ほほー。多分ドライ味はまずいと思うけど、レモン味とコーラ味はうまそうな気がするな。ほう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 。え、これいつ発売ですか？ん？あれ？発売日書いてねえんだけど。あれ？発売日が書いてない。もう発売したのか？注目しましょう。向かう先には冷蔵庫を目にします。新登場、キリンザストロング。これ見たことないな、まだ。さあ、緊張の瞬間です。おっと、グリッといった。これ新しい、どう新しいんだ。すごく新しい。だから、どう新しいんだ。今度は新世代へ、キリンザストロング新登場。うまいです。もう発売してるっぽいな。俺が多分見てないだけ。
見てないだけっていうか、発売してるの見たことないんだけど。売ってたの見たことないんだけど。あれ？まあ、売ってるのは見たことないですけど。うん。まあ、多分、新発売って書いてあるから、まあ、もう発売してんじゃねえか。ということで、コク、甘み、ちょっと酸っぱいですよね。うん。香り。うん、これは、あれですね。ぜひ、梅ガムの味が体験できるんで、これは買いでしょう。33444です。ご視聴ありがとうございました。